ちは。脳梗塞リハビリセンターの福田です。本日は自主トレの動画ではなくて杖の使い方についてお話しします。杖の使い方はおそらくリハビリ病院などで皆さんこう習っていくんですけれども、今回はですね4点杖の、そうですね、知っておくと得するような使い方について紹介したいと思います。で、実は2本杖を用意しております。1つはいわゆる1本杖、 T 字杖とも呼びますけれども1本杖、もう一つは4点杖という形です。リハビリの考え方でいうと、初めは杖で頼る量が大きい、どんどん体が良くなるに従ってこちらの1本の方、支えが少ない方になっていくっていうようなスタイルで、初めが4本の杖を使って、その後1本の杖を使う、もしくはもっと大まかにサイドケインとかね、そういうような大きい杖を使いながら、だんだん目指す範囲は軽量化して簡素なものにしていくっていうのが基本的な方針です。ただこの方針の中で実は杖の使い方は違います。ですので最終的なゴール、例えば一本杖で歩くんだって考えている時には、4点の杖を練習する時もその意識が必要だということをご説明したいと思います。まずは4本の杖を使って歩いてみたいと思います。4本の杖を使って歩く時は、杖を出して鬼が手の足を出して杖を出してという、このような形です。こんな形ですね。で、次にですね、1本の杖を使ってみます。1本の杖を使いますと、杖を出して、こんな形です。これ、何が違うかと言いますと、右腕の角度について見てみてください。もう一回、1本杖を見せます。こんな形。もう一回4点杖を倒します。4点です。という形です。さあ解説移るんですけれども、4点の時はですね、4つ点がありますので、しっかり支えるためには真上から体重をかける必要があります。つまりですね、こういうような支え方になるということです。必ずそうすると何が起こるかと言いますと、上から押さえるために体がちょっと前に行ってしまうんですね。前に少し行った状態で体を支える、前に行った状態で支えるです。で、この時にですね、1本杖の場合ですと1点で支えれますので、斜めでこう支えることができるんですね。ですので体を起こしたままで支えることができます。初めの練習では特に杖でしっかり体重を支えなければいけませんので、よりこういう支え方でいいと思います。で、リハビリの先生と一緒にやりながらですね、1本杖目指していけますね、目指していきましょうという話になった時には、このような支え方をしていると体が余ったままでいい歩き方ができません。そういう意味では4点、初めはこのような使い方をするんですけれども、徐々に1本の使い方にシフトするようなイメージを持つことが重要です。で、具体的にじゃあどんな使い方があるかというと、大きく2つあります。1つ目の方法です。4点あるんですが、手前の2点だけつきます。手前の2点だけついて歩く、手前の2点だけついて歩くという形です。このような形で歩くと、1本よりは少し安定すると、で体も曲がりづらい。ただもちろんサポート量は減りますので、これでバランスを崩してしまう場合ですと、これはまだ時期相応ということで、しっかり4点で安定した状態で動くようにしてください。もう一つの方法です。もう一つの方法は、杖はこのまま置くんですけれども、手の体重のかけ方を斜めに入れるという形ですね。斜めに入れて、こう体の位置とともに支える方角を変えるというような動きをします。こうすると体が起こしたままでついて、斜めで支えながら真上から支える、斜めで支えながら最後真上です。このような形をとると、杖自体も安定しますし、より体重をしっかり支えやすいフェーズになったら、ちゃんと4点つくという形も取れます。はい。どういうやり方がいいかっていうのはご自分でやってみてなんですけれども、このように一本杖に移行を考えている場合は、使い方を工夫して支え方を
変えていく。決してこのグッとしたままで常に歩かないということが四点杖から一本杖に移行する上で良い使い方かなと思います。でくれぐれもバランスが悪くなりますので、そこは気をつけながら今やっているリハビリの先生と相談しながらいろいろチャレンジしてみてください。以上で杖の使い方について終わりたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。またこの動画についてのご質問などありましたら、下記のコメント欄で紹介しておりますので、こちらご期待いただければと思います。脳梗塞リハビリセンターでは様々な他に動画とかをご紹介しておりますので、またご興味あればチャンネルでいろいろご覧になっていただければと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。